角地なんで、はい。ね、ちょうど、サンセットビーチの方にも行けるし、あとちょうど街の中かね、なんかボーリング終わったりとそうかですね、ね。ゲームセンターでちょっと行った後に寄れるよっていうところで、もう気軽にピザが食べられるお店ということでございます。はい、ミヤマ行ったことあると思いますが、外人さんばっかりなんですよ。そうなんですよはい、ね。外人さんが気に入るっていうことはよっぽど美味しくなかった。だって普段食べてるのに。そうですね、ピザ大好きですね、ねえ。外国人の方は。日本なのになんでデブじゃないんだろう。運動してんですから、アメリカ人。でもデブあ、もいますよね。あれですよ、美浜のビーチとかでも走ってる人多いです多もいんですね。ね。ちゃんと、ましてやで、アーミーとかそういう関係の方は当然訓練してるから、そうです筋ね。肉つけてるからいいんでしょうね。はい。そう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 。それでここがね、僕ね、夜はもちろんなんだけど、お昼がすごい。なんと1000円でピザ1枚つくのよ。これがすごい。安い。それも上に乗っけるトッピング。まあ、そうですね。お客様好きなやつ選んでいただいてね。僕なんかなんかもう決まっちゃってて、お客さんも分かってる、お店の方も分そうかでるすね。みたマッいシな。ュルームとベーコンですね。そう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 。こういうふうに決まっちゃってるわけだけど、自分でオリジナルで、それで、これ昼間の時間は何種類？ 8 種類？何がですか？選べるの、その、トッピング。トッピングは12、3個ぐらいあ12、りま3すね。個ぐはい、らい。ありあ、ます。全選部でべ12、るも3あの、るそうの？ですね、選べるものは。夜も？よ、もっと種類多くなかっ一た？応、オリジナルのメニューのピザのメニューはたくさん、24種類ありますね。そうですよね。はい。だからもうピザすごいのよ。ね。それで、ここのピザってさ、これはアメリカンピザなのかな？そうですね。僕も前、ほら、他の読谷じゃなかった、あっちの女の人のとかあれだけど、やっぱり分厚いピザとそうです。薄いピザってあるじゃない。はい。だけど皮までちゃんと食べられるのは、そうですね。パンふ生わ地ふわで、のはい。パン生地の方って美味言っしいて、ですよ。そっちの方ですよそうでね。すね。うちの店はパン生地で、自家製でやらせてもらってます。そうなんです。だからでも僕は前も言ったけど、今度観光客向けにはい。アグーのさ、なんかそうですね。そう沖いうの乗っ縄けたり。限定のもなんか考えないじといゃあけないで次すまでね。の宿題ね。はい、そうですね。頑張ります。結構ね、アグーってのしただけでお客様みんな喜んで来る。で、アグーのピザだよと、これ SNS にのしたらみんな美味しいって。だって自然に塩味で脂も乗ってるから美味しいじゃ美味しいですよない。ね、ね。うまくそのぜん反対体が美味しいですからあとね。ゴーヤ混ぜたりさ。ゴそうですね。ゴーヤーはいいですちょっと本当にやりたいですね。ね、そう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 。だからそんなのがあったらすごく、ね、いいと思いますんで、ね、だから自分で作れるのよ。オンリーワンなんだよ。今、やっぱりその組み合わせとかね、初めて。ね、これあれだろ、一つの中に2種類混ぜるっていうのはできないんだ。このエリア、半分はこれよ、半分はこれよって、いえ、一緒全部に一緒でしょ？できます。はい。ハーフ&ハーフは別ですよ別ね。ですね。はい。そうそう。あれこそ二十何種類から選べるんでしょ、そういろですいろ。ね。だから何でもいじれるのよ。すそれで、このピザ、じゃあ、まず早速ですから、先にちょっと一口。いんですか？ほ私ら。が食べていいんですか？だってさっき、やっぱりこれで、こちょっとの、冷めちゃいましたけど。あとゆりさんも食べてもらわなきゃダメだな。超はい。でかい。これ、これはお店のオリジナルコンビネーションというピザですね。の L サイズ、L サイズです。ちょっでかい、でかい。L とサイズも持ったね、こ方がいい、れ。持った方がいい。ちょっと持っこれ。て目立ちましょう。はい、これはすごい。持ったカメラに映ってる、ちゃんと。映ってるかな、私のどこところにしましょう。そう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 。ほら、僕の体がでかいから大きく見えないかもしれないですが、実は大きいですよ。だってこんなね。でかい。これパーティーサイズ？まあ、でも、アメリカ人の方、一人で一枚、食べきれないですけど、頼む人もいらっしゃいますね。一人で一枚。やばいわ。その日も何も食べないわ。で、ああ、わかるわかる。持ち帰りに持って帰られますね。ね、すごいです皆さん。ね。はい。まあ、だから、夜は夜でこういうのが食べこれ、はられい、る。食べれますね。ね、だから楽しいのよ、ピザね。私の顔の。じゃあ、ちょっと、はい、ユニットの二人。はい、ユニットの二人、食べて、あら、なんか緊急事態？なんで友達とメールやってんの？違う違う。件をちょっと。ユーストの件なんだね。報告してんのね。ユーストが、そう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 。友達とこんなに LINE やってるったら怒るよ、俺は、番組中。はい、ちょっとゆりさんに一個と、いいんですちょっと食べてみて。感想。ゆりさんは初めてでしょ。ね、はい、これ、ティッシュもある。ティッシュ、ティッシュ。全部皮が取れた。肉も肉全部渡しちゃっていい、渡しちゃっていい、もう。はい。ね、食べてもらって、やっぱり、この、ね。ちょっと冷めちゃいましたね。そうなんですよ。冷蔵庫に出ても美味しいですよ。そうそうそう。まあ、生地がでも本当に自慢で美味しいです。これさ、はい、一切れずつ売ってるよね、よくこの大きさだと。はい、そうでね、すね。こんなのもありますもんね。はい、っていうか、宮間ちょっと喋ってて。はい、喋ります。俺食べるけど。あ、喋ります。ちょっと、もうこんな大きくて、具材もすっごいゴロゴロっていうか、大きいですよね。
これはだからそうですね、はい、お肉お野菜全部た、うん、入ってるのでもうミックスピザのような、まあ、全部食べたい人はこれで選んでいただいてますね。でも柔らかい、うん、ね、うん、カメラがミヤマミヤマあれでしょ、ミヤマ昼この後ランチで自分であったかいの食べようと思って今食べてないんだけど。違います私今自分で自己反省しました一瞬で、うん、待ってや女優なのにカメラを意識してない。しかもこの一瞬であまたユーストおかしくなったと思った自分のせいピザの箱の画像だけでも本当いろいろ入ってて、はい、ね、だからまあ今度観光用に開発する余地はあるということ で、うん、でね、ぜひ、はい、皮ももちもちしてて美味しい。ありがとうございます、ね、美味しいですよ、あ、ね、食べたい、玉ねぎが大きい、うん、あ、じゃあ後であの外に、ね、いる皆さんにも、うん、リスナーの方にも、はい、うん、ぜひ、うん、食べてもらったらいいんじゃないかな、うん、ね、ぜひ食べてください。はい、食べてくればいいね、あ、 OK わかりました。もうあげちゃって、あげちゃって、あげちゃって、え、はい、今届けるってことですか。届けてあげても、あ、わかりました。もう自分で取らした方がいい、これだけ持ってっても、はいはいはい、いいですよ、せっかく来てくれたんだから 今自分の食べようとしてる。あ、そうか、ラジオやってんだもんな。後でね、はい、わかりました。それでここのですねお店はですね、あと、え、なんかドーナツもやってるんでしょう。ドーナツ、そうなんですよ、あのハワイのマラサダのドーナツをですね、うん、あのお店の一区画ちょっと揚げ場を作りまして、で 何気なくさ端の方にあるけど実はこのドーナツすごい、はい、美味しいですよ、ね、揚げたてなのですごくカリッとしてふわっとしてもちっとしてますので、カリッとしてふわっとしてもちっとしてるってどういう感触なんだろうね、まあ、外がカリッとして、うん、で中まあそんな感じです。そんな感じ自分でもよく分かってないんじゃないのかな、前、うんうん、でも本当に1個150円かな、おなので揚げたてをぜひ食べてほしいですね。だってさあれでしょ、日本もともとハワイから持ってきて、ハワイが本店です、はい、で今度原宿にできるって、いや、次浅草って、浅草か、はい、原宿じゃないんで浅草か、大阪2店舗と、はい、沖縄と、この前奈良7月頭にオープンして、ほう、で次浅草の方に、そっちもすごいね、はい、うん、だからこれと合わせてね、やっぱりゆりさん家族で食べに来ないと、はい、ぜひ行かないとですね、ね、そうそうそう、ちなみにですね、北谷町内に変な自動販売機がたくさん置いてあるんですけども、あ、見たことないです、あの素敵な自動販売機、あ、素敵な、なんかね、あのオレンジのなんかジュースじゃないんですよ、はい、ジュースのおまけについてればいいのに、なんかクーポン券だけ売ってるんですよ。それで実はこのピザサンさんの無理やり契約させられたんですよ、ね、いえ、そう、無理やりじゃない、こちらからお願いしたんです、ご利用して100円で買うんですか、それは。100円で買って、そうするとどうなるの、また割引がいくら割引、うち出したのランチ、サンドイッチのランチを確か3300円を1000円で、おお、じゃあ300円得するんだ、そうですね、実質200円お得ですね。ああ、その自動販売機ここにも入ってんの、入ってないの、二連センターには入ってないです、そういう、もっと営業努力しないと、うん、ねえ、そうそうそう、そうか、じゃあもともと二来さんとは関係あるんだ、ピザさんさんは。はい、ありがとうございます。そうですね、うん、ということで、それも食べて、サンドイッチも何、結構サンドイッチもボリュームありますね、あの BLT サンドイッチとクラブサンドイッチってあるんですけど、クラブサンドイッチはすごい好評でよく出ます、1日ランチで2食ぐらいはだいたい基本的には出ますね、ピザだけじゃなくて、まあ、だってピザがね、そうですね、ピザの方が多いので、それだけ食べられる、だってドリンクもついてるんでしょ、サラダもついてたよ、はい、サラダとドリンクついてます、ついて、それで1000円なんだから、はい、絶対安い、食べきれないと思いますので、持って帰ってくださいね、1人で1枚食べきれないと思うので、うん、だからお持ち帰りも、まあ、持ってできます、はい、っていうか、なんか最後の1切れぐらいになってから持って帰りますって言われたから、この前さ頑張って食べはれやったけど、いやいや、これ食べなきゃやばいだろ、オーナー目の前でと思ってさ、いや、やばい、あの夕方もしゃぶしゃぶなのにどうしようと思ってていや、自分もその1人で1枚多分食べきれないですね、うん、相当お腹空いてないと、それぐらいボリュームあるので、うん、あと、外人さんとか、はい、そのメニュー見てあんまり日本にはないみたいな他のなんかサイドメニューもたくさんあるんじゃないですか。あ、そうですね、バッファローウィングだとか、バッファローウィング、はい、結構その味付けもアメリカ人だったり外国人の方がちょっと好む味付けなので、はい、ピクルスのフライだとか、はいはい、あとおすすめはうち作ってるドレッシングなんですけど、はい、サラダのドレッシングはすごい好評いただいて、持ち帰りで買っていただく方もいるぐらい、ドレッシングはすごい喜んでいただいてますね、おお、だからね、結構ね、なんかアメリカンナイズされてて、すごく外人さんがこれだけ喜ぶってことはそれなりのものを置いてあるから、でドリンクもね美味しいし、コーヒーだってちゃんとジャーに入ってる、はい、ね、かわいいらしい
のがありますから、ぜひそれもね、飲んでいただきたいなと思います。それで今回の土日来た方には一応、ビール200円で200円、原価じゃない、そうですね、この代わりもうせっかく土日だけ聞いたっていうふうにお伝えいただけたら、でなんかカップで持ってサンセット見に行っていただいたりとかしたらちょうどいいかなと思うんですけど、でもピザ買ってもらえないと困るでしょ。あ、まあそうなんですけどね、でもまあもうせっかくこの機会なんで店を覚えてもらえていただいたらで隣でドーナツ買ってもらってもいいわけね。そうですね、うん、それでもいいでしょ。そうです ねということで、それで実はあのね、内緒なんですけども、あの新婚さんいらっしゃいのオーディション第一審査は取ったみたいな、はい、そうなんです、新婚さんなのね。新婚です、まあまあ、まだ2年です、ね、はい、まあ、それ読みたんな番組でもっとじっくり話しましょう。いや、もうそれはやめてください、もうその話は恥ずかしいので、まあ、これやばいから、ましては近所で全部割れちゃうからね、やばいですよね、はい、でもオーディションだからまだ出るとは限ってない。あ、でも見たい。でもどんな感じのオーディションだか教えてね、今度。あ、そうですね、はい、それも面白そうですから、はい、それもう決まったらいろいろね。だってオーディションだから実際に会うことはできないんでしょ、あの三子とか。そうですね、会わないと思うんですけどね、スタッフの方だと思うんですけど、オーディションは、はい、恥ずかしいんですけどね。ね、ということでございますので、まだ話題がたくさんいっぱいでございますが、時の経つのは早いものということで、もうもうじゃなくて、あと締めてもらおうと思います。はい、はい、今週のゲストは、ピザさんオーナーの黒木和幸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、沖縄観光情報、オメリンと、ミヤマーと、ユリの、野菜さんテーナ。この番組は株式会社 AS ファクトリー、株式会社 ABC サービスのご協賛ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブック屋さんを発行しております株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたしました。来月は8月になるということで、来週のゲストはもっとお菓子を楽しもう南方さんの予定でございます。お楽しみに。それでは皆様、良い週末を。 See you next week。 バイバイ。バイバイ。ちゃんと笑顔で振らないとずっとあの店のイメージと関わるんですよ。いつまでなのかなと思って。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日すいません、あとユーストを聞いてる方大変失礼いたしました。途切れ途切れで多分死に切れトンボになってると思います。すいません、全部ゆりさんが二日酔いだったんで申し訳ございません。先生、ね、一生懸命対応してくれました。ね、はい、とりあえずあの外の方に一歩ずつ優しく差し上げて。